カスティーリア・イレオン州はスペインを構成する自治州。北はアストリアス州とカンタブリア州、東はバスク州とラリオハ州とアラゴン州、南東はマドリード州とカスティーリア・ラマンチャ州、南はエストレマドゥーラ州、西はガリシア州とポルトガルに接している。自治州の方には州都が定められていないがバリアドリッドが州都の役割を果たしている。自治州政府は フン火でカスティーリャイ・レオン。この州は中世のレオン王国とカスティーリャ王国の中心地だった地域で19世紀にはレオン地方と旧カスティーリャ地方に分かれていた。1978年憲法で自治州制度が導入されると州をどのように構成するかが問題になった。一県一州からラマンチャ地方を含む大カスティーリャ構想まで一県が分かれたが、 最終的に、レオン地方と旧カスティーリア地方の県が一州にまとめられた。旧カスティーリアに含まれるカンタブリアとラリオ派は一県、一州の州として分離した。カスティーリアイレオン州は9つの県によって構成される。県と県との名前はすべて同盟である。カスティーリアイレオン州の州とは公式には定められていないが、実質的にバリアドリットがその機能を担っている。 人口が上位の自治体は次の通り。レオンは、レオン王国の都、ブルゴスは、カスティーリャ王国の都であった。バリアドリッドは、スペイン王国の首都がマドリードに確定するまで、しばしば首都の役割を果たしてきた。2011年5月22日に行われた、カスティーリャイレオン自治州議会選挙の結果は、カスティーリャイレオン国民党が53議席。 カスティーリャイ・レオン社会党29議席でカスティーリャイ・レオン国民党代表のフアン・ビセンテイ・レイラがカスティーリャイ・レオン自治州首相に選出された州内にある高等教育機関カスティーリャイ・レオン州にはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路が通っているほかに次の物件が世界遺産に登録されているスペイン語が主要な言語であるがレオン、サモーラの各県では レオン語やガリシア語も使われており、バスク州、アラバ県内にある、ブルゴス県の飛び地トレビーニョでは、バスク語が話される。ありがとうございます。